定価11万7900円のあのピクセル8が実質1万6000円ほどです内訳はキャンペーンの店頭値引きが2万7160円残額の9万740円を分割払いにすることで24回支払った後は端末を au に返却すれば残額の24回分がチャラになるというのです実質1万5390円でピクセル8が2年間私のものになるのです左がソニー Xperia 5マーク i 私の端末でで方式で2年使いました右が同じく妻の端末で買い取り方式で4年使っていました定年前は金銭的に無頓着でいろいろなオプション付きで2台で月およそ1万7000円も支払っていましたさすがに無駄に気が付いて定年直後に契約を見直しました スマホミニプランに変更して2台で月1万2千円ほどに抑えることができました定年半年の今さらにもったいないのではないかと思い格安シムに切り替えることにしました暇はいっぱいいっぱいあるのでいっぱいいっぱい勉強して今の au 系列の UQ モバイルに移行することに決め2年と4年使った端末も機種変更することにしました 端末も SIM カードもオンラインで買おうとしていたのですが、念のために au ショップに行きました。そしたら驚きです。au ショップと UQ モバイルショップは同じ店舗にあるのですね。このことにまず驚きました。店員の人も au と UQ モバイルを同じに扱っているのです。そしてあるマジックに気づきました。 これまでは他社乗り換えがすっごい優遇されていることにすっごい違和感を感じていたのですが au に引き止める策も取られていますそれと Google 社が Pixel8 で日本に進出することに並々ならぬ決意を示していることです今でも信じられないのですが Pixel8 の端末がなんと実質1万6000円ほどで手に入ったのです24ヶ月下取りが原則ですが 定価117,900円のあのピクセル8が実質1万6,000円ほどです。内訳はキャンペーンの店頭値引きが27,160円。残額の9万740円を分割払いにすることで、ここでからくりがあります。スマートクという分割払いにすると、月669円の支払いを2年。24回支払った後は端末を au に返却すれば、 残額の24回分がチャラになるというのです。669円 ×24 回で16,056円。ポイント割引がつくので実質15,390円でピクセルレートが2年間私のものになるのです。2年以降もピクセルレートを使えば2年後からは月3,139円の支払いになります。なんと5倍近くも値上がりするのです。 2年後を覚えておいて機種変更他社乗り換えなりして新しい機種を入手するか端末を手放すかを選択します間を置かずに UQ モバイルへ移行する計画で2台の Pixel8 はそのまま UQ モバイルで使います Pixel8 は UQ モバイルでは扱っていない機種なので au で機種変更をし数日後に UQ モバイルに移行するという荒技的なことをさせてもらいます ということで、この2台のピクセルエウトは、今は au との契約です。もうじき UQ モバイルに移行しますので、またその辺の事情と結果をこのチャンネルでお話しさせていただきますが、月額のスマホ使用料金は、大まかに次のようになる予定です。ミニミニプランの基本料2150円。私はオール電化なので、自宅セット割は使えず、au ペイカード支払い割の170円と、 家族割の550円を差し引いて1430円。持ち込み故障サポート980円を加えて2410円。税込みで2650円。これに端末ゲップの669円を加えると3320円。端末料金よりも故障サポートの月額が高いのは消せませんが、これは致し方がないですね。で、二台で約6200円となります。 現状のおよそ半額にまで下げられる予定です。